はい、こんばんは、山城と申します。法巻徹底調査シリーズ204。今日で、ね、おそらくレギュラーシリーズ最終回という形にはなると思うんですけど、もう、あとはね、情報システムとかないはずなんで、グッディさんね、最後にやっていこうと思います。いや、大変でした。グッディさんね、インターネットとかに、ね、どうも当日しか出せないみたいな、スーパーサンシャンみたいに当日しか出せないパターンみたいで、情報が出てなかったんで、どうしようかなと思った結果、多気町のグッディまで行ってきましたよ、というわけでございます。その模様もね、まあ、軽くね、行くまでの道中とか、ちょっと動画回したのがね、先にちょっと鈴鹿市駅のね、鈴鹿駅ね、とか上がってるかなと思いますけど、キャンペーンやってた女性の紹介用にあげたのがあるんですけど、行ってきて、本当に日差しを取るために、滝っていうか、あれは、大岡駅か、大岡駅までね、行ってきましてね、駅前にある、グッディに行ってきましたよっていうのがあります。また、後々、縦動画でね、ちらっと出るとは思いますけどね、サブチャンにはなると思いますけどね。ということなんですけどね、ということで、せっかく行ってきたんでね、情報の方を見ていこうと思いますけどね。ただね、行ってきた価値ありましたね。あ、こういう感じなんだっていうことで、で、先に言っとくんですけど、グッディさんっていうのは今、グッディとゼニアっていう、スーパーマーケット。グッディさんがどっちかっていうと、南の方滝とか、玉木とか、あの辺りにあって、で、通の方にゼニアっていうのがあるんですよね。で、昔はね、新章とかにもね、グッディやったんですけど、四日市のね。そっちの方がなくなって、もう今北側の方にゼニアさんが2店舗 ?3 店舗あって、で、南側の方にグッディさんが2店舗か3店舗あるっていう、合計5店舗か5、6店舗くらいの、チェーンストアと連合なんですね。ってなってます。ブランドはそれ違うんです。会社は一緒になっておって、グッディで一緒になってるよ、というようなところなんですけど、どうも、グッディさん、その滝のグッディさん初めて行ったんですけど、どうやら、ゼニアさんと、テナントが違うっぽい。確かね、ゼニアさんは直営だったはずなんですよ。ちょっと記憶、頼みな、ちょっと、これに出しとく。チラッと見てみようかな。あるかな?あー、しまった。テナント名、隠し取っちゃってる。なんちょっとすいません。ちょっとわかりかねるんですけど。多分ね、どうもね、テナントが違うか、その直営かテナントかって違いがあるみたいで。今回、グッディさん行ってみたら、時のグッディさんはテナントさんが入っておって、で、そのテナントさんのところで、お寿司とか、相談やってると、いうことなんで、そのテナントさんの情報になってます。なので、多分、ゼニアさんは違うかもしれない。というか、多分違うと思う。っていうことなんで、ちょっと、すいません、情報がね、すいません、ちょっと曖昧なところなんですけど、というところで、とりあえず、タキのグッディさんの方行ってきました。っていう、情報になります。そしたらね、店頭にはいろいろと写真とかもあると出てたんですけど、チラシとしてね、配ってるようなのはなくて、予約用のね、申し込み用紙があったんで、ちょっとそれでね、リストで、確認をさせて、いただきました。そしたらね、なかなかね、特徴的だったんでね、ちょっとじっくりと見ていこうと思います。早速、リストの方出していきましょう。よいしょ。ってことでね、リスト返ってきましたけどね。こんな感じになってました、グッディさん。一番上から、ね、見ていきましょう。結構品目しっかりとあるんですよ。で、一番上はこれですね。極馬、贅沢、三昧、宝巻きってことで、これがフラグシップ、ハイエンドモデルになってまして、4104円ってことで。どんな品目なのかってことで、これすごいですよ。ハニー、生本マクロ、トロ、イクラ、カズノコ、エビサーモン、こう。わ、ハン、たく詰め込んだねーっていう、すごいのが来ましたね。カニ、生本マグロ、トロっすよ。いくらかすの、もう、これはもう、ガッツリ、豪勢すごい、の人って。水産だしさ、いや、お寿司はお寿司テナントみたいになっとって、で、惣菜は惣菜テナントみたいな感じになっとった。運営してる大元の会社さん一緒っぽい
買ったから、なんですけど、寿司は寿司でブランドが分かれておったんで、かなり寿司力入ってるみたいでしてですね。で、このラインナップという形になってるんですよ。で、この贅沢三昧方巻きっていうのは、まあ豪華ですよね。写真も見ましても、もうザ・豪華って感じのやつですよ。すごい、ありました。これが4104円という形でございます。ただね、これだけ生本マグロ本当の安いとかとって、4104円ですから、まあ、パッと見たときに、4000円台入れてくるんやと思ったけど、まあ、でも、ああいうときには十分納得いく感じなんじゃないかなというところで、で、ここ面白いのは、マグロがね、とにかくね、マグロのね、あれがいろいろあるんで、ちょっとそのあたりもね、注目しながら見ていきたいんですけど、二つ目が、極上、名前して本マグロ、トロ、恵方巻きってことで、これは、名前伊勢本マグロっていう、伊勢のね、本マグロ、地元の、地場の伊勢の本マグロだけを使った、恵方巻きらしいです。これ2570円のところで、トロオンリーで、すごいですよ、品目、トロオンリーです。赤に入れて、かさ増しとかなっていうね、あのね、やばいことすんねえんすよ。伊勢の本マグロ、本マグロって、本マグロ、なんと、そのまま全部使っちゃうっていうね、すごい。これで2570円なんで、これね、ちょっと食ってみてんだよな。正直ね、ちょっと食うわ、買いに来てんなと思ったんですけどね、これね、困ったことね、2月3日、土曜日、週末やからいけるかなと思ったんですよ。すみません、仕事が入っちゃってね、バリバリ仕事なんで、多分これちょっとグッチさ間に合わないかなってところなんですけど、ちょっと気にはなってる。予約がね、18時までの受け取り出ないとダメらしいんで、それはちょっと、ちょっと難しいから、よっ、会期最短で終わってもた、ちょっとね、18時にちゃんと行けるかどうかってあれし、ちょっと予約はできないかなっていうところなんでね、でもこれめちゃくちゃ気になるの、名前して本マグロ、本巻き。で、オリジットハンバーあるのかな、ちょっと気になりますけどね。っていうぐらいすごい気になるのがありました。写真見た時はすっげえマグロですよ。もう、トロッとろっとろっすごい。っていう感じでしたね。で、三つ目が、生、マグロ、生き締めカンパチの、漁師恵方巻きっていうことで、これ漁師恵方巻きっていうことで、マグロとカンパチですね。これも、こっちは、マグロが生マグロとなってます。生だから、おそらくキハダかなっていうところですけど、こんな感じで、ちゃんと、マグロのあれをね、使い分けてるのが面白くてね。でこれは、生活じゃないです。生の、ここで切ってください。生の、生き締めカンパチ。という形でね、出てますよ、ということでございますね。生生き締めカンパチということで、この2つ。まあ、これも一緒でしょうね。1944円とか、これも美味しそうですね。醤油ピタッとつけてね、ガブッといきたいですね。という感じでございます。で、次のやつが、人気ナンバーワンらしいです。海の幸、たっぷり海鮮本巻きと1598円。いわゆる緑鮮魚、これがフラグシップっていう形のみたいですね。これ何が入ってるかというと、7品目しっかり入ってて、マグロたたき、イカサーモン、エビ、アナゴ、カモフシートということで、これはまあ、海鮮いろいろしっかりと入ってきましたねってことでございますね。これはあれですね、マグロを生マグロじゃなくてマグロにすることで、いろんなバリエーションを楽しむっていう意味で言ったら、マグロの味をガッツリ楽しみたいでっていう、下の超えた方に対応もしながらも、しっかりとバラエティのところもしっかりと押さえてる。これも十分美味しそうですからね。まあ、これで1598円。この品目1598円だったらいいなっていう感じありますよね。いや、普通にね、全般的にコスパが良さそうなのがすごく揃ってるんですよね。で、じゃあもう次。超特大アナゴ太巻き、恵方巻きとか、これ1490円で、アナゴ超特大ということで。相当でかそうでしたよ。寿司店って方。この辺の写真はね、テント見たらちょっとちらっと写真がありましたもんね。いい感じでしたね。で、寿司店が入ってます。で、まあ、長いですから、まあ、実は、アナゴをガッチリ楽しむよっていうやつですね。ここの特徴は、下のやつとかに行ってから言おうかなとも思ったんですけど、とにかくね、例えばこの、アナゴ恵方巻き、アナゴ超特大なんですよ。ちょっと下の方先に行っちゃいますけど、鉄火恵方巻きってのがあって、これもマグロ芯なんですよ。世の中、この手の太巻きで鉄火とかこの穴子を出すときに、キュウリ入れがちなんですよね。
キュウリの歯ごたえとマグロとでちょうどバランスが取れますよねっていう感じで太巻きにキュウリを入れがちなんですけど、ここね、ストイックにね、アナゴにもね、鉄火にも太巻きで入れてこないんですね。これはね、なかなかないです。そうなんですよ。で、他のところは、キュウリ入ってこれぐらいの値段なんですよね。なのでね、これね、キュウリなしでガツンとマグロでこの格好にしてきてるっていうのはね、これはなかなかすごいなぁと、いう感想です。はい。なんか私めちゃくちゃ前、白飛びしてなかった。大丈夫。今パッと見たらすごいことになっとったけど、大丈夫かな、はい、大丈夫かな、はい。で、いいことでございます、ね。で、どこまで行ったっけ、タイプ、アナゴまで行って、で、次はサーモンですね。サーモンはイクラの親子絵本巻きですね。海鮮親子ですね。たっぷりサーモンに、たっぷりくらい、たっぷりってしてるかもしれないですね。1598円ということで。あれ、これ1590じゃないか。間違えた。多分これ、税抜きで言っちゃってるね。アナゴ。合ってるわ。税抜き1380で、100円引きなんで。そう、なんかリストね、基本的に高い順に、値段が高い順になってたんですけど、これだけ違ったんですね。はいはい、大丈夫でした。合ってました。っていうことでございました。で、次が、五種マグロのネギトロ太巻きってことで、またマグロなんですよ。マグロ好きにたまらんすよ、これ。1380円とかで、これは、今度は、マグロのいろんな種類ですね。キハダにビンチョウ、さらにバチですね。メバチマグロってやつですね。そのまま木肌は釣り上げた、確かマグロの肌が黄色いんですよね。で、本マグロが黒っぽいんですよ。なので、通称黒マグロっていうのがいて、黒。で、木肌の方は木肌。で、ビンチョウはまたね、ビンチョウって、だいぶ違うあれになってるんですけど、なんかビンチョウなんじゃないか、あれだから、だったかな。パッと見の感じがっていうので、ビンチョウってなっとって、バチはメバチマグロって言って、目がね、バチーンってね、ギャルかっていうぐらいのね、バッチーンってリボンかっていうね、リボンか仲良しかぐらいのね、バッチーンでしたね、おめめさんなんですよ。現代のね、現代っていうのは魚さんね、元の、砂漠前のね、お魚さんの面がね、バッチーンってしてるんで、メバチマグロっていうんですね。南マグロはあれですね、南半球の方で取れる、オーストラリアとかの遠洋漁業で取れるんだったかな。が南マグロっていうので、南の方なんで南マグロって結構単純な味だったりするんですよ。っていうか、全部入ってるということで、ちょっとね、これも食べてみていきましょう。いや、これね、マグロ好きにたまらずね、これ。これね、こんだけ入れてね、シュレットさ、これね、うまいのかなんかな、あれなんですけど、この辺りね、面白いのは、本マグロを取るの時は、マグロがね、漢字なんですけどね、こっちはね、ひらがなって書いてあるんですよ。はい、いうのは面白いんですけど、普通ね、こういう時はね、大体ね、本マグロを先に持ってきたくなりがちなんですよ。じゃなくてね、いろんなバリエーションを楽しむよっていうのはね、分かってるんですよ。そのところはね、うまいなと思いますね。で、5種あるんですかね。そいつがちっちゃくたって5種あったらだいぶいい感じのマグロになるの見えてますからね。で、それで極太しいんですからね。これは大分食い応えありますね。ということでですね。で、同じ今度はサーモンの極太しいということでですね。こっちはアトランティックサーモンに、銀鮭に、さらにトラウト、入ってますよってことでございますね。北方の方ですよね、トラウトは。銀鮭はこっちの方に取るやつだったかなというところなんですけど、このあたりもちゃんと鮭もいろんな種類があるんですよ。いわゆるカラフトマスって呼ばれるようなね、ところでとか、カラフトマスって呼ばれとったやつが今アトランティックサーモンになってるんだったっけ、とかというような感じだったと思うんですけど、そう、マスと鮭とね、ちょっといろいろとややこしいところがあったりするんですけど、そこのところをね、いろいろと楽しめてるので、サーモン好きはこれですね。あ、これもういいですね。1380円の。で、タイカ恵方巻き。ミスチフク恵方巻きに、牛カルビ恵方巻き。という形で。このところに、チフク恵方巻きって、これが多分今基準の恵方巻きなのかな、ということですね。これ950円になります。
ね、菜の花かんぴょう、ってことで、菜の花が入ってくる。いや、西だとやっぱり菜の花入ってくるから、かんぴょうが穴子、そうです。滝の方なんで、文化圏的に言うと、だいぶ西の影響がね、この辺りになるとね、強くなってくるんですよ。多分お好み焼きも確かご飯つけるあれになってくるんじゃなかったっけな、とかあったりするんですね。こっちの方とか、だから牛トロとかも確かそうですね。菜の花が入ってくるっていう。なるほどね。で、牛、親の風、カニカマ、卵、シンク、おぼろということで、まあ、シティ服、しっかりと添えておるかなというところなので、これが多分、基本の恵方巻きになってくるかなってことですね。基本的にここはね、面白いのは全部恵方巻きってつけるっていうのがね、かなり恵方巻きで売るぞっていうのが見えていいですよね。で、さらに、次のところは、なんならね、恵方巻きってついてるのが一個もない、会社さんとかもありましたもんね。と比べると逆にここはもう基本的に全部恵方巻きってつい特別ですよ、感が出てきた。いいですね。で、次は牛カルビ恵方巻きってこと。これは牛のやつもここに入ってきます。ラインナップに入ってます。牛カルビのクリーンリーフってことで。肉系これだけだったかな。あとはエビマヨ、エビたっぷり、マヨ、エビマヨ、エホーマー。これね、エビたっぷり、エビマヨ、エホーマー。エビマヨ。いきますよ、と。ということで、861点だ。で、さらに、マグロたたき、ネギトロのね、エホーマーもあります。結局こういうのがね、食べたくなるんですよね。702円でね、丸とたたき食べる、いいですね、ということでございます。やはりお得な系のやつのところ、ツナサラダ、恵方巻きがあって、これ645円で、ツナマヨ、卵、グリーンリーフ、キュウリのやつがあって。で、さらに最後、漢方の鶏巻き恵方巻きっていうのが用意してあります。これは、いわゆる、老園のモデルっていう形になりますね。で、これは537円で、太巻き、もうそれもロングということです。ちょっと、サイズの何センチとか書いてなかったんですけど、ハーフの設定はどうもなさそうだったんで、かんぴょう、高野豆腐、卵串に、でんぶですね。これ、でんぶじゃなくて、でんぶってなってましたね。まあ、とても取れますね。で、きゅうりっていう形で、いわゆる普通の恵方巻きよりさらに品目作るた、どっちかというと田舎巻きに近い感じなのかなっていうところですよね。卵串に、高野豆腐にかんぴょうだけ。でも、これ最近こういうものが入ってるってちょっと、最近ちょっとこの豆腐入れるない傾向があるところで、しっかりと、昔ながら感じのね、トラディショナルな、海苔巻きや、海苔巻きって言ったらこんな感じだよねっていう。そう、海苔巻き。海苔巻きって答えたらちょっとね、聞かれなくなってきましたよね。そうだよね。やっぱ昔ながら海苔巻きって言ったらこんな感じだよねっていうのはね、感じるのをしっかりと用意してあるあたりが。なかなか本格的でいいんじゃないかなということで、かなり価格差もある中で、ね、こういう感じになりましたよということでございます。あ、しまった。リストを作ってね。ってことで、ね、総合のリストはこんな感じになります。今から作ります。トーミーと。さあ、整いました。グッチさんのね、データはこんな感じになりました。配納モデルは4104円ということで、いわゆる、地元系スーパーとしては、かなり、ハイエンド、まあ、っていうか、しっかりと入ってるな、という、感じですよね。で、さらに、この辺りとか何があったっけ、山中とかね、この辺りとかと見ても、そうですね、ユニが4、金見が4083円とかだったんで、そこでもね、高い設定、設定してきてる。で、恵方巻きも、950円ということなんで、少し高めではあるけど、まあ、ユニとか、いわゆる本格的に志向が強いところに対しては、しっかりとした価格帯で、で、さらにこれハーフなしで537円っていうのはかなりね、お得感出してきてるんじゃないかなというところがありますね。そうですね。一角だけ見ると、かなりちょっと価格帯高めに設定してるのかなっていう設定にも見ますけど、まあこの、ハーフなし、10センチ未満なしっていう設定に、さらにセット販売もなしっていうところを考えると、これでこの価格になってるってのは結構本格的でしたしね、内容も良いんじゃないかなってことですね。ちなみに一部セブン1月31日ってことだったんで、ね、ちょっと週末までちょっと飛ばしてもらいますけど、ちょっとね、いろいろとやることが重なったもんで、ちょっとそっちの対応とかね、雪のね、対応とかがあったんでね、ちょっとこっちの収録できなかったんでね、どうしようと思ったけど、31日なんで、まあ、一回か、放送してから間に合うかということでね、気になった方はね、またこれでね、チェックしてもらったら、というところでございました、ということでございます。まあ、こんなところかな。まあ、かなり、本格的なね、あれで、石の、石巻のやつがすげえ気になるな、ということなんでね、
かなり第一候補になりつつあるんですけど、まあ、やっぱね、権利の問題だね。うん。ああ、なんでね、新章になくなっちゃったんだろうな。でも、新章にはね、確かこのチャンネルと入ってなかったんで、そもそも違ったかもしれないんで、あれなんですけどね。という形でね、なるほど、やはりね、このあたりで、南部の方ね、やはりお魚とか好きな人がね、もともと多いようなね、地域の方面で、しっかりと、この辺りでね、競争に生き残っているということは、やはりこの辺りとかに力があるんだな。実際に、お寿司も、太巻き寿司もね、スキノコ買ってみたら、スキノコがね、かなり変わっておってね、写真あるかな。ここのね、スキノコで、めちゃくちゃ独特だったんですよ。買って食べたんだけど、どうやって売ってるかな。ここに売ってるかな。こんな感じでね、スケロクなんですけどね。スケロクって、もうここに、つまり、いない、売ってるけど、いわゆる、太巻き、海苔巻きがあって、ここに、いなりがあるんですけど、ここにね、自家製のね、マグロに寿司ってのがあって、ここに重かったんですよ。いわゆる、マグロのそぼろ煮みたいな感じですね。のやつが、寿司になっておって、スケロクにこういうのが入ってるの初めて見たなって言うんだよね。って言うんだよね。ちょっと買ってみましたけどね。こんな感じで、デビとか入ってるありんでしたよねっていう感じだったけど。これはね、グッディ名物ってなってるみたいなんで、っていう形でございます。フロントマンっていう会社さんになっておったんですけど、すいません、私がちょっと存じなかったんですけど、でも、グッディ名物ってなってることは、もしかしたらジェニアとはまた別なのかなっていうところで、あるんですけど、これは。でもね、美味しかった。で、これの、ストーブともね、本当に美味しかった。酢飯しかと美味しかったんで、これはね、お酒をかなり、期待ができるぞというところが、ね、ありましたんでね、そんなところでございましたよ。あとは何だったっけ。ちなみに他にこんな感じでね、ナックスフーズとか別か。ナックスフーズどこになってる。あ、フロントワンだから寿司と会社別なんだ。そうだい。こんな感じで弁当はナックスフーズだってところになって、ライダー券ってなっておったら、これもブランドはゼニアさんでなかったな、ってことでね。こんな感じで、彼はね、本格的な本格のものとかね、しっかりとね、中華丼とかがずらーっと揃っておるね、ラインナップだったら、かなりね、魅力的なデリカだったんでね、ちょっとまた行きたいなとは普通に思ってますんでね。なんなら大川駅から全然歩いて行ける距離なんで、歩いて5分もかからないぐらい、ほんとすぐ近くなんで、駅近なんで、これはありですね。なんかちょっと予定の時にちょっと間に差し込めれたら行きたいなってところですね。まあ車で行ってもね、駐車場も当然広いんで、よかったです。良さそうでしたし。っていう感じなんでね、これはかなり、有力なお店見つけたなっていうところでございました。まあね、行ってきた回が、あったんじゃないかなということでね。そんなところでございました。まあ、こんな感じ、ちょっとかなり気になる内容だったんでね。またね、ちょっと他にもね、まあ、なんかね、見つけてたなというか、多分、あとはスーパーさんしたもう当日しか出ないと思うんで、予想対策と、するぐらいになるのかなってところなんですけど、まあ、多分また同じような、前回とも同じようになると思うんで、もう、まずいかないかもしれないんで、去年のやつを見といて、もらってみて。いうところでございますね。まあ、今年はですから、デビューって形でね、おそらく当日にチラシが出る系のところは、後からね、やっぱこんな感じでしたねって、ちょっとレビューをというような形でやって、まとめれたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということでね、今回はね、これぐらいでね、この動画を締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。明日は明日、釣りに行かないといけないんだな。まあ、忙しい。